今回はアカシアは演技で悪役のふりしてたって話だけど、なんでジロを殺したの？に対する美食屋たちの反応を紹介します。ガバ要素の塊だから、ノッキングで封印されたら詰むから、ブルメラックを限界まで溜め込むいとまをくれなさそうだから、ガチで詰むからエターナルノッキングでワンチャン即死くらう、強すぎて手加減できないから殺すしか止める方法がなかったから、怒りがなくても無駄に強すぎる力、物理で倒せるのにとどめにノッキング使ってくる、お祈り要素徹底してくれるならまだ良いのに、自分の舌は喋らせるためにノッキングしない、迂闊さ、運アカシア悪役街道のためにはちょっと邪魔すぎる、ノッキングで止められたらうまみバトンが止まって地球を滅ぼすしかなくなるから、普通に殺される、ネオが次の個体に取り憑いてしまって、これまでの準備が水の泡&地球崩壊、ノッキングされる、ネオが溜め込んでいた食物が永遠に失われるので食のバトンが途切れる、それはコマとするにはあまりにも強すぎた、せめてノッキングだけでもやめてくれ、ミリオンノッキングの時に口を封じられてたら終わってたんだよね、真面目にダメだと思ったなら事情ぐらいは説明したれよとは思う、説明した上で対立する可能性も十分あるけどさ、こんなに成長するとは思わなくて、バイビ触診、一流には事情説明してダメだったんで、その一流にあとは託していて、一流が事情やミドラに話していないってことはアカシアも話さない方が良いってことよ、事情説明した一流が涙流しながら無理ですアカシア様してたんで、ネタバラシそのものが起こり、パワーありきのチャートのノイズなんだ、テイストチェンジもマブダチのペア君が無事だったからなんとかなったレベルのお祈りだし、可能ならやっぱ天然の怒りでぶっ飛ばしてほしかったんだ、なのでそこらあたり全部踏み倒していく次男は排除しますね、ジローに事情を説明して夜食の連鎖とかシラン師匠を殺したくないってなったら、ジローにはノッキングって選択肢があるから、本気でジローがかかってきたなら多分ノッキング解除とかやる隙ないと思う、説明のためだけに口だけノッキングしてなかったしな、事情説明しても1、悪魔のいないジローは了承せずにネオだけ封印しようと襲いかかってくる、2、邪魔しないことを承諾して不干渉を決めても本人のうっかり癖で酔っ払って第三者に余計な情報をばらまきかねない、3、地球と天秤にかけて普通に殺そうとしてくるのどれかなんで、物語的に邪魔だから処分するのは良いとしても、初期から出てて活躍しまくってた最強クラスキャラの末路としてあんまりにもあんまりすぎんか、そもそもペアに頼まれたから、あのままだとブルーニトロ全員狩られたので、説明したら怒りを持てず殺せないって一流で分かってるし、もし説明しても反対されたら殺しても食霊になってトリコたちにネタバレされるかもしれんから黙って殺すしかない、最後の最後まで煽ってたけど、それで自分へ怒りを向けて最後ってかますことなく出た言葉がミドラへの愛情からの懇願だもんな、ジローはアカシア封印プランにすら賛成するかわからんからな、ゴッド調理要員のニトロが減らされるのはまずかったんだろ、あの時点だと戦闘力高すぎるジローは邪魔だった、ずっとかっこよく活躍してて好きだったから、邪魔だったから、で殺されるのなんとも言えない気持ちになる、死に様もあまりかっこいいと思えないし、アカシアは悪いやつではないんだでなんかなって感じだったな、メタ的には四天王よりはるかに強い次郎を持て余したのかもしれんが、やっぱ四天王が老人世代を超える、個人じゃなく力を合わせてでもエピソード欲しかったなと思う、小松 VS ザウスの決着つけて欲しかった、それはそれとして暗闇クッキングはクソじゃね、怒らなくてもアカシアを殺せるし、次郎は殺さないと止まらない、これは邪魔ですわ、あの世界がハッピーエンドを迎えるためには次郎は生きてちゃダメだったってひどくない？という気持ち、うんひどいよ、ミドラも危なかったぞ、ジローと戦ってノッキングをラーニングしてたらやばかった、封印されたら長年してきた計画が台無しだす、瞬殺もダメだす、計画全部話しても一流と同じ結果になる、不意打ちで殺す、だって適度にダメージ与えて一時退場させようにもダメージノッキングで無効化してくるから即死させるしか手がなかったし、雑魚で大した回復手段もないから無力化しやすいトリコの便利さがよくわかる、というかネオの意識が混ざってるアカシアだとジローを食いかねないし、食っちゃったら食霊すら残らないからもう殺すしかないんよ、ジローが生きてちゃダメなんじゃなくてジローの関わり方がアウトなんよ、地球の旨味を爆発させないくらいの関わり方ならアカシアも別に動かんけど、わし一人で全部終わらせるかって感じで動かれたらもう殺すしかない、ぶっちゃけブルーニトロから話を聞いて動くと決めた後のジローはラスボスに近い、ネオなんて救う必要ないじゃろノッキン、地球壊れるノッキン、ブルーニトロ知るかビッグバン、アカシアがネオも地球もブルーニトロも救う算段を全て事前に止める危険性があった、やりたかねえけど殺せるしかない、下手すりゃいろんな物語破産にされる上にネタバラシもできないとガチで苦渋の選択よ、メイドの土産でごめんなさいしたら食霊経由で割れるリスクもあるの気が抜けなさすぎる、
最終決戦まで生きてたらエターナルノッキングで全部ご破産になるリスクがあるが、早めに死ぬと小松が死んだり、それに伴う様々な問題が発生するの面倒くさすぎる。多分目的成就した高速攻で二郎に謝りに行ってるだろうなとは思う。シラフで会ってたならまだわからんが、この時点だとちょっと頭棒中すぎてな。とは言っても地球の危機に何か黒幕らしいニトロいたら、そらまあ相手の理屈は置いといてボコボコにするよね。メタ的にもアカシア的にも強すぎるからって理由なのがひどい。本気のノッキングに対抗できるやつがいないし、ノッキングなしでも強すぎるミドラと合流されたらまず勝てない。強すぎるのにまともな精神と思考してるから協力してくれないし、殺すしか方法がない。一度封印したのはアカシアだし、ニローをノッキングで止めるとか。弟子が師匠を超えていくって熱いでしょ。本気で殺しに来るジローを殺さないでいたビのノッキングで倒すとか、アカシア戦以上の戦力必要そう。事情説明して全部うまくいけば全て元通りだから、お前は手を出さないでくれってお願いするのはダメだったの？ネオを封印するってニトロの話まるで聞く気がなかった状態のジローが思った通りに動いてくれるかな。だって完全復活させてから封印するまでに地球滅ぶし、ニトロの話は聞かなくてもアカシアの話なら聞くかもしれんし、結局これよ。そしたら殺すしかねえな。まあ最終話で一緒に食卓囲んでるから死んだ子を事情説明して和解したんだろう。本編の結末もペアが生存していたからこそだし、ジローにプルーにとろかられたら積んでたんだよな。アカシアのお祈りハッピーエンドプランはネオもニトロも地球も救いたいというアカシア個人の願いで、ジローからしたらネオとニトロは死ぬなり封印するなりした方が良いしな。積むから殺す必要があったって言われるとまあわかるんだが、それはそれとして、やっぱり家族殺しておいて実は悪役ムーブでしたってのに納得いかない気持ちも確かにある。食霊として死後は死後で普通に会話したり食卓囲んだりできる世界ってのも大きそう。あの辺じゃやっぱ殺すしかねえな。最近だとジローちゃんはグルメ細胞の悪魔に愛憎みたいなの全然ないから、人間や猛獣ならともかく、なんでネオやブルーニトロなんぞに配慮や助けてやる必要あるんですか？アカシア様がそこまでしてやる義理ありますか？地球滅ぶかもしれんしと全部理解した上で拒否する疑惑も出てきた。死にこそしないけどダメージノッキンとかの処置にも手間がかかるぐらいの低良い攻撃ってできなかったんだろうか。まあそんな余裕なさそうな感じだったけどさ、四天王レベルならともかくそんな余裕ないくらい強いからな。良くも悪くも事前に向かう上に完遂する実力もあったから、最前チャート突き進むアカシアからしたら邪魔だった。やっぱり他の兄弟と比べてドライなところあるよねこの人。下でノッキング解除されたら早々に答えはあの世で聞くぜするしな。これが例えば八王を助けてやりたいみたいな話だったら、なんかむしろうまくいった気がする。ふふふ、絶対強者といえど力になってやりたい時はあるからの、みたいな。グルメ細胞の悪魔に関しては特に彼には接点や思い入れがない。説明すればするほど地球を危険にさらしてまで普通ブルーニトロとネオなんか助ける気はかないからな。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。